ミッド FM をいつも聞いていただいている皆さん、こんにちは、イーストキャラボです。こんにちは。こんにちは。僕らイーストキャラボは、7月のミッド FM と新生堂のコラボプロジェクトミッドスタードに選出されました。ありがとうございます。僕らイーストキャラボなんですけども、6月の3日にですね、新しいアルバムを出しまして、セカンドミニアルバムフェイクプラネッツを、リリースして、今そのアルバムはデジタル配信、そして、各店舗、一部の店舗で、取り扱っていただいているんですけども、このアルバムは、前作イーストキャラボを経て1年間かけて作ったもので、本当に僕らのコアな部分とか、新しい部分がこう前面に出たアルバムになってて、8曲どれもなんか一曲一曲振り切って作った感じなので、ぜひね、このアルバムを聴いてもらえたら、僕らのバンドの色だったりとか、ことが全てこのアルバムに詰まってると思うので、ぜひぜひチェックしてください。お願いします。お願いします。でですね、この僕らイーストキャラボのフェイクプラネッツが今回このミッドスタードにより、新生堂のセントラルパーク店、新生堂イオンモール千草店、新生堂モゾワンダーシティ店で取り扱っていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとね、グッズもついてるんですね。あ、ついてない。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 一緒に販売してます。このグッズもサコッシュがもう販売してるんですね。これをあれだよね、お店で買える人はついてるよね。ついてるね。これに。ラッキーだね。ラッキー。それでですね、はい、さらにCD を買っていただいた方の中から抽選で、1名様に、各店舗抽選で1名様にサイン入りチェキが当たります。はい、すごい。これすごい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 ね。サイン入りチェキはね、もう史上初だもんね。ヒトゲラも史上初のサイン入りチェキが当たるというわけなので、ぜひぜひ、新生堂の各店舗に、はい、お越しください。それではありがとうございました。イーストキャラボでした。